何してくれてんだよ。何してくれてんだよ。常にどうでもいいと思ってそうだよ。こっちもネギだよね。すいません、先に失礼します。やっていきます。意外とうまそうでしょ。あなたと合流したがってます。一回合流しちゃっていいのかこれ。今回もテレンス君に来ていただき、はい、テレンスよろしくな。お、テレンスよろしく。うん、お、そうだ、素晴らしい。来た、来たな。作り込みがもうちげえもんな。魔法のタブレット、コントローラーのトリガーオン、ニンニンと、うわあ、え、すごきた。ごめん。おいまたごめん、ね、大丈夫だよ。テレンス君いる、やっほー。うん、ここだけの話して、ここだけも何も載ってるから言うけど、さっき俺先にさ、雑談コメント配信してたのよ。うん、うん、そしたらポンポコさん入ってきちゃってぐだぐだすぎだろ。ぐだぐだすぎだろ。なんだこれ。楽屋前挨拶来てくれて。おい、なんだ、昨日の打ち合わせどうしたんだよ。おい、さ、これ言っちゃうけどさ、これどうなんだろうな。詰めが甘いんだよ、あの人たちはさ。配信どうやったら面白くなるかなって話し合ってさ、着ぐるみのふりして、あん中にいたら面白いかなみたいな話してたじゃん。うん。言うね、言うね、言っちゃったね。うん。ワールドの中入ってきてさ、うん、ちゃんと透明アバターで入ってきたわけよ。うん、ああ、そうなんだ。そう、でもポンポコさんがミュートになってなくてさ、おっとこっと待って、この人さ、爪甘いなぁと思って。いや、かわいいなぁと思ってたけど。全然打ち合わせ意味ねえじゃんと思いながら。うん、そういう形でいく。全然いい。だから俺たちはもう、はい、どんな、うん、どんな感じで待ってるか楽しみだね。これで。そうだね、もうね。すべてみんな分かっているのに、向こうがちゃんと演じきれるからな。楽しみだ。行きましょう。お、行こう。わーい、入ります。入っていいんだよね。行きます。おお、すげえ、たこ焼き飛んでる。すげえ、オズだ。オズだ。わあ、オズが。タコピーランドへようこそ。すっごっ、これはすごいわ、これはすごいわ。ちゃんとなんか VR チャットする民がこぞっていう、うんうん、来た方が絶対にいいワールドですね。ポコピーランドでございます。いや、そうなんだ、なんかフレンドになる人みんな言ってっかんさ、うん、すげえなー、すごい、このオブジェも、オブジェすごいね。ディズニーとかにもあるやんね、こうやってなんかさ、地球儀があったりさ、なこう、あー、そうね、真ん中回ってるね。うん、ようこそー。あ、いや、しゃべるよ、あれ。しゃべんだ、あれ。すげえ、しゃべるよ、あれ。ようこそ、ポコピーランドへ。ほら、しっかりしゃべる。敵がすごすぎるわ。ようこそ。違う。すごい。ちょっと、あれ。え、敵がすごすぎるわ、じゃないんだよ。お願いします。どうもー。今日は楽しみだよ。よろしくー。よろしくね。ようこそー。いるって話さっき配信でしちゃってて、はい、何してくれてんだよ。いや、何してくれてんだよ。いや、違う違う、おポンポクさんミュートできてねえからさ、音とかガチャンガチャンとか声とか入っててさ、ごめん、なんなら音とかさんの配信がっつり映っちゃったからね。そう、どうもお疲れ様でーすって来たから、あ、ごめん、あのポンポクさん放送中って、あ、あーって言ってたから。いや、台無しじゃん。
ほんとだよ。ほんとだよ。今ちょっと、みんなが恥ずかしいよ、今のくだり。そう、これ。え、どうするのこれ。あんな、自信満々にやってたのに。いや、でも嬉しいよ。俺は、温めてたポコピーランドなんで。ありがとうございます。ほんと、ようこそ、我らの国へ。はい。ようこそ。全力で楽しもうと思います。いや、全力で遊びましょう。楽しんでてください。はい。ね、イエーイ。視聴者の皆さんもなんか、今日の配信とか、動画とかを真似て回る人もいると思うんで。うん。ですね。これを参考に待ってもらって。何やそうな。プレッシャーじゃん。いや、いい。プレッシャーに弱いプレッシャー。いや、これだけ自信持ってくれよ。これだけのもんあんだから。ええじゃねえよ。そうだよな。うん。行こうぜ。行きましょう、行きましょう。行こうぜ。なんて呼んだらいいんだ。行くぞ。ポンポコとピーナッツくんでいいのか。確かに呼び方はポンポコとピーナッツでいいよ。あ、確かに。おとじゃさん、僕スータンとおとちゃん。いや、距離詰めすぎだよ。どうしたどうした。スータンとおとちゃん。間違えてるよ。めちゃくちゃ間違えてるよ。全然いいけど急に来るね。急に来すぎだよ。いいけど早く歩けよ。ピーナッツくん、距離感じる。距離感じる。はい。お、ここは何ですか。あ、ちょっと説明。お、といえばですよ。ああ、なるほど。ショップがあるんだ。すごい。え、すごい、マジすげえ。え、すごくない。わ、あ、しかも商品取れるし。嘘嘘嘘嘘。本当だ。スーパーアートなんですよ。へえ、あ、いいね。しかもこれ日替わりなんですわ。日替わりなの。どういうことどういうこと。うわ、どういうことかわかんない。佐野豆建設って作ってくれた方がこれ毎日変わるようになってるんです。わー、すごい。すごいんです、我らの佐野豆建設はね。なんかしたの？なんか建設する。すごいんですよ。何かしたんですか、なんだかと。何かした？何した、ピーナッツくん。え、何その、アネハ建築みたいなの疑われてるの？違う違う。最新技術。最新技術。最新技術。出たよ、それ。すぐアネハ建設言う。アネハじゃないです。違う違う。やめてください。マジでいいな。これができたのが何年、どんぐらい前？ 1 年前ぐらいです。あ、もう1年経ってるんだ。ありがたいよな。そうなんだよな。存分に楽しませて。軽々あるな。ちょっと温度感ある。何がよ。何がよ。むずいだろ。なんだよ。なんか俺たちが感動してさ、ちょっと達観しすぎだわ。いやいやいや、違う違う。なんだよ、ストリーマーが押しかけてきてさ。ピクピクしてんだよ。押しかけてきてとか言うな。お前、今度の人が気づいてないだろ。押しかけてきてとか言うんじゃねえよ。ちょっと、教えてください、こっち。わかりました、わかりました。こっちで、ここの、これをつけるで、つけるで、つけるんだ。え、嘘。そう。かわいい。あ、完璧完璧。どうだ、おとちゃん。おー、似合ってるな。ポンポコです。すげー似合ってるよ。ありがとう。ピーナッツくんもこれつけてよ。ピーナッツくんといえば、ちょっと、え、頭でかすぎて企画合ってないじゃん。どうなんそれは。どうなんそれは。今前出てるよ、前出てるよ。本人が企画合わないでどうなの。あ、来た来た、前に、さあさあさあ、いいよいいよ。あ、どう、これどう。どうじゃねえ。入れたらダメってわかんない。全然ダメ。俺すごいよね。うわ、すごいすごい、いいね。完璧だ。あ、いいねいいね。やべえな、本当にこの没入感。本当 VR やってて思うんですけどね。現実いらなくないみたいな。現実こっちゃってるもんな。システム的に。いらなくなってる。現実いらなくなってる。そこまで到達するの早いけどな。いいね。その境地まで。あ、ちょっと夏祭りしてるんです。なるほど。あ、これ期間限定なんだ。そう。今日初めて見たよ、僕らも。なんでだよ。なんでだよ。わあ。やばー。ちょっと、スタミナ。今までもずっとすごかったけど、とんでもねえのまた、あらね。そうね、ここはちょっとレベル違うね。まだアトラクション何も乗ってないけどね。嬉しい。もうこの時点で分かってしまうね。嬉しいな。嬉しいね。すごいよ、ピーナッツ、ポンポコさん。
マジで誰がらしいなお前、うん、誰がらしすぎるよ。マジでちょい距離感が分かんないけどね。ひなり詰めてるからな。嬉しい、うん、あおとたいや俺もうこういう接し方をするとはしようとは思わないよ。ミミクソの動画見ちゃって。ミミクソの動画ミミクソ見ちゃった。耳垢てよ。コンボコンのあの動画で耳垢を取るサロンみたいのがあるんだよね。でそこに行ってそうなスイッチに出すなそれを。すごいの。俺も耳垢動画結構見る方なの。海外の気持ちやつだろ。そう、より出てるもんお前。持ってるから。すごい。ドラゴンの耳垢みたいな。ドラゴンじゃねえわ。マジすごい。いやマジすごい。今関係ないから。本当に。いや関係ある。今耳垢とは関係。あれ見ちゃったらね、俺こんなことできないのよ。できない。できない。マジで。疲れてる。全然大丈夫だけど。コメントとかにもあったけどさ、よくあれ音楽活動できた。うん。あれだからできたのか。いやね。いや聞こえてるだろめちゃくちゃ。そんな耳垢でそんな変わんないから。いやだからその耳垢で変わんないからが耳垢を蓄積されたのか。お前耳垢に対して考えが甘い。考えが甘い。いいだろ耳垢。なめてる。こんな耳垢のこと言われるとはね。しかもいい子もねぶたしてない。ねぶた正しくなったのに。ごめんごめんごめん。余裕よ。オブジェ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 マジでいいな。創立の子。そうだこれ2023年。あ、本当だ。マーチ24。わかるか？マーチ何月か。マーチマーチって何月だ？5月5月。スタミナ。お前合ってるか？奥田さん。ああ3月3月。危ねえ。危ねえ。違いわかるよな。ノーアカ溜まってんじゃない？ノーアカが。ノーアカが溜まってる。ノーアカとか言うの。気をつけろよ。これはちょっとクオリティー高い。一発目見た時の感動尋常じゃなさそう。やっぱりこれを作ってもらったっていう。嬉しいね。本当にそうでしたね。泣いた泣いた。余裕で泣いてた。号泣。本当かよ。なんか軽くね。なんか本当か。全然響いてこない。心に思ってないみたいな。めちゃくちゃ分かってんなスタンミー。何？本当感情ないんだよ。こっちが？だる。本当にすごい。ちょっとサウナあるけど僕の大好きなサウナ。えサウナ言わないの？俺もサウナだよ。整ってから行く。整う？うん、一回整っとこうか。すごい嬉しそうだな。よしよし。いや、まだ、行こうか。よし、いやいや、入ってから脱いでください。じゃあ、入ります。気が早いよ。よし。行く気満々だな。行こうぜ。あ、出てるぞ。ちっちゃなった。あ、出てるぞ。ケツが、お前、気をつけろよ。出てるな。ないないない。ないないじゃねえよ。何言ってんだよ。おとじゃさん、サウナサウナ、サウナでも好きっすね。水風呂も入ってて。あ、素晴らしい。じゃあみんなちゃんと入ってみんなサウナだ。お、すげえ。え、あ、すごい。サウナハットもある。サウナハットね。サウナハットね。サウナハットも。あ、そこ押すんですね。いやー。サイト。お来たー。いいねー。うわー。これ、ちゃんと整えるんです。しっかりと整えるんですか？サウナから入ろう。ちょっと待て、サウナから入んないだろ、サウナは。まずだ。まず全体からだ。体ちゃんと洗ってからな、スタンに。何回入る？俺今日はね、2回。俺今日2周で終わり。2回行くの？今日は2回行く。俺今日、俺結構2周派なんだよね。待って、めっちゃわかるんだけど。わかる？僕も2周。3回目ぐらいになるとちょっとね、ちょっと寒いというかね、なんか、風邪ひくんじゃないかなって思っちゃうよね。そうね、わかる。このたこ焼きの形をしたサウナ、はい、ここに入ります。あ、ここ差し通差し通すぐ閉めてね。あ、ごめんね。はい、そうだな。ごめんね。あ、ごめん、逃げない。ここサウナじゃなかった。あ、ここ高層風呂。ここ高層風呂だった。あ、ここ高層風呂。美意識高えな。ここ高層風呂。おー、すごい。入って入って。はーい。はい、あ、あー、すごい。すげえな。ちょっと冗談に。俺ちょっとここら辺で。
はい、本日はお越しいただきありがとうございます。はい。熱波、ね、知る？熱波知る？あ、熱波知だ。熱波知。あ、すごい熱波来てる。ああ、なるほど。俺手挙げる派だから。うわー。これはやるね。すごいよね。はい、はい。だいぶ。うん、こだわりがすごいね。あと、待って。これ何度あるの？ちょっと待って。今160度ですね。おー、ふざけんな。早く出せ。よく気づいたな。熱い方がいいから、ね。いつもより熱いと思ったんだよ。よく喋れてたな。てんのかおー、うん、これプラス熱波なんて本当に信じまうぞ。どれが水風呂？これ水風呂。これ何度のやつ？ 17 くらい？おー、流れんだ。心臓。水流があるんだね。あ、なんだこれ。あ、本当だ。すごくないこれ。これ、こだわり、この、衣が剥がれるように。こだわりがね。衣がね。うん。大社の。そうそうそう。あれね、サウナでできる衣がね。そうそうそう。ピアス君大丈夫、喋んなくなっちゃったわ。気持ちよすぎて。大丈夫整ってるわ。整って。なんで喋んねんだ。ああ、水風呂寝るタイプ。これ、うまくいくと、ピキーンってなって、本当に整った音声が流れるんです。ああ、そうなんだ。え？来るのこれ。ちょっと暑すぎたかな。ちょっとこの来てるやついないね。ちょっとね、初心者なんだなこの二人。おめえも整ってねえが。あー、これこれあれだよね。あ、ここで整ったわ。整ったんじゃない？わーい、来ました。あ、あ、整ったわ。あ、すごい、いい二人整ったもう怖いわ。もう怖いわ。怖い怖い。いいサウナでした。ねえ、いい風呂でしたね。で、すいません。定期的にリアルでお水飲むっていうルーティンあるんで、入っていいですか？そう。あ、はいはい。一回ちょっとサウナ入ってね。あ、どうぞどうぞ。俺、ポンポさんはね、琵琶湖の水だからな。やめろ。琵琶湖の水？あ、水こだわるタイプ？俺まだその装置じゃないんだよね。あ、そうか。滋賀に住んでるから琵琶湖の水道から琵琶湖の水が出る。エビアン派だけど。え、そうなの？僕もなんか香水を飲んだ時期があったんですけど。はいはいはい。なんか香水のうんちが出ないですか？なんかその。あ、そうね。そうなの？お前は。うんちになんかまとまりがあったっていうか、その。でも、あ、女性も飲むよね、香水のお通じのためにね。コントレックスとか飲んでる人よく聞くわ。うん、こんな意識高い話してる。いや、いいんだよ。何だよ、別に何の話したって。ごめんね、何の話だよ。意識高いか。何の話だよ。ちょっと僕、やりたいことあるんですけど。あ、そうなんですか。あ、僕って実は、原宿の JK にしか見えないプリクラの妖精なんですよ。で、プリクラがあるんで、ぜひ一緒にね、撮りたいなと思って。了解。はーい。あ、あ、もうなんか既読無視された気分だ。既読無視より辛い。めっちゃプリクラ。これね。あれ、プリントクラ。あ、なんかここにあるのか？プリクラ？そう。代表者の方、スタートをしてください。レイアウトを選んで。おほっ！あ、いいねいいねいいね。うわー、マジマジで、次。おお、これできること多すぎだろ。流れるぞ。若い頃思い出すね。いいね。若い頃ね、思い出すなぁ。これでいこう。今ここにいるからありがたみわかんないんだよ。ミッキーのプリクラって早いから。あ、分かった。カメラいらないの。プリクラ早い。あ、そういうことね。お前がちっちゃいのか。お前がちっちゃいのか。前前前。あ、いい。あ、すげー撮りやすい。はい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 。あ、そう。はい、いいよ。うまい。ポジション変えて。ポジション変えて。全部全部。はい。ええやええやええや。はい。はい。はい。オッケー。下手やって。完璧完璧。かぶりすぎやろ。はいはいはい。忘れてたね。下手。言うのや。そうだったんです。はい。こっちで保存できるよ。保存って何？ここにカメラ入れて撮るの。どういうこと？すごすぎない？どういうこと？高画質で。わあ！すごいよこれ。嘘だろ？これはすごすぎない？え、何これ？やばいでしょ？すごい。さっきからずっとポンポコのテンション爆上がりしてない。ここすごい力入れてる感じする。するね。
こだわりを感じるわ。すごく納得だね。うわ、嬉しいな、この4人で。ね、めっちゃ嬉しい。A の取れたね。ガラありがとうございます。電池入れるとこの中に入れとくね、じゃあ。世代出てるな。今分かんない人の方が多いかも。いいねいいね。あとちょっとね、電波良くなるやつとか入れてね。古いな。それ知らない。それ知らない。お前やめろお前。それは知らない。電波良くなるやつ。あ、すごい。来ました。ここがこれ撮影スポット。あ、俺グミの曲は知ってるぞ。ピーナッツ。本当？ピーナッツくんのグミの曲。すっごいあの業界内外から評価され、すごいあのいろんなフェスとかにもいろんなアーティストから あの尊敬してるとかいろいろ言われてます。あの以前はあの NHK でうちが言わないからこんなことになったんだよな。ごめんな。夜遊びの。そうちょっと打ち合わせしてきなちゃんと。それで言うと天遅いぞ。ごめんごめん。こんな見ずれの思いをしてるんだ今。こんなことになってるぞ今。夜遊びの。わかったわかった。一番声でかいな今日。わかってるよ。あの星野源さんのテレビ番組で紹介されたんだよね。あ、なるほどな。そうだよね。すごいね。すごい。そうそう。よかったよかった。はい、座ってスタート押さないように私は分かりました。はいはい、気をつけて。ちゃんと座りますか。ミニコースターだー。はいはい、スタート押してた。あ、なんでね、いいのか。あ、下手やって。大丈夫。あげて、間に合った。はいはい、よっしゃー。どっちが今どっちが喋ってる。よっしゃー。どっち喋ってる。分かんない、バグチキシ。あ、そっか。放送。おー、すごい。すごい、これはカメラ大丈夫かな。おー、ありがたーい。これはすごいわ。大好き。おー、マジちゃうめYeah, Gumi, did you do it? Yeah! Hey! 楽しいな、これは楽しいな。すごいね。しかもちゃんと曲のクオリティが高いとね、 VR はいいよね。ありがたい。これは何だ。聞いた、さっき聞いたよ。聞いた。同じことはやめろ。これ MV の世界観を再現されてる。完全もあ、そうだね。 MV、 この MV、 こんなんだよね。はい、ピーナッツのイメージ、なんかこのケロケロボイスのイメージが俺はある。あ、そう、ライブとかケロボイスをよくやってるんですよ。いや、いいですね。あれ、なんだっけ、ドローンで映されてんだね、あの中心のが。あれ、あー、そうドローンで映像が出てるという。プロジェクト。そうそうそう、ほんとだ。プロジェクトも、あ、やばい。プロジェクト気をつけて。何が、2人が、え、なんか入るよ。酔わないよ。酔いそうだったら目閉じてください。手あげよう。大丈夫。うわ、すごっ。うわーすごい。これはすごい。うわー、これはすごいね。うわー、これはすごいね。これ来るよ、来るよ。危ない。これ来るね。うわー、来るね。あ、しかもここ溜めるんだよ。ちゃんと溜めるんだ。怖い。おー、すげー。おー、すげー。ちゃんとジェットコースターだ。ちょっとカオスだぞ。ちょっとやばいぞ。大丈夫か。ちょっとやばいぞ。落ちるぞ。うわー、早かったな。イエーイ。みんな、グミコースターは楽しかったかい。これは楽しいよ。これはね、これはね、罪はないのさ。楽しい。素晴らしくない？ちょっと、いや本当にね、私ら何もしてないんですけど。素晴らしいよね。
ティバル。楽しいぜマジで。みんな来てる。マジで遊園地一緒に来てる。デートにも使えるっていうか。デートにも使ってほしいな。でも実際使えると思うから VR デートに持ってこいでしょ。そうだね。ね、確かに。いやー。プロポーズとかね、あの前でしてもらって全然ね、嬉しいよね。思ってないだろう。一緒にデートで。こうむぜよ。ちゃんとして。何やるよ。悪いよね。思ってない常にどうでもいいと思ってそうなんだけど。よく捕まえてくれたよ、今。マジ。どこの馬の骨かわからんカップルどうでもいい。待って。思ってないよ。立ったらそうなる。こんなに心の底から言ってるのに。そんなこと言われたことない。ポンポコマジでいいやつで VTuber 界乗り切ってるのにやめてくれ。乗り切ってるって言った今、乗り切ってる。電車乗りますよ。あ、駅ですか？いやー、そういうのが一番好きだよ。見渡せちゃうんだね。うわ、どこまでもいいじゃん。どこまでもちょっとエモじゃん。いいね。行きました。これあの。うわ、すごっ。古っ。はい。よし。おいおいおい、あげぽよもういいだろ。あげぽって言ってたよね。やば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 、あぶない、あやば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 すいません、降りろよ、なんでいねえんだよ降りて待っててくれればいいのに。ほんと白状のやつだった。あいつはほんとにか心がないんだな、やっぱと、やばい、終わった。あ、待ってよ、右で、多分ここで乗ったじゃん。で、あ？やっほー。あ、ごめんなさいね。やっほー。落ちちゃったよ。全然。プレイヤーリスト表示っていうのが下にあるんだけど、はぐれたらここで合流できる。すごい。ピーナッツのとこでしょ？便利だよ。お、ごめん。もう。あ、おかえり。もう、もうやる。あ、あ。ステロ走ってた。ステロ走ってた。なんか次の駅で降りてくれりゃよかったのに、なんで待ってんねんだよ。わけわかんない。ごめん。もう確かに。この駅の全貌が見える前から俺車内から入ってたのに、見えた中見えたら言うんだ。ごめんね、盛り上がっちゃってた。すみません。すみません、こちらこそ。ちょっと。ちょっとさ。すみません、迷子やもん。あの、確かに、ね、パークで迷子になると一番テンション下がる。放送したらよかったね。そう、ここでどうしても写真撮りたくて、うちらの撮影部屋なんですけど。なるほど。普段のね、動画の背景、いつもの動画のね、あいつもこれ動画を撮ってるって。はい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 。そうそう。それはいいわ。待って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 団子いただいて、パソコンの前でゲームしてたんですけど、みたらし団子置くとこないなと思って、友達のマウスポットに置いたんですよ。みたらし団子置いて。やばすぎる。やばすぎるんだろ、お前。マジでやばすぎる。置くとこなかったんだろ。置くとこなかったの、そのマウスポットの上に置いていいの？やばいって。置くとこなかったんだろ。お前が犯人だろ、これ。撮影部屋にこんなことしやがって。ごめん。こんなことしやがって。起き上がって。そのエピソードを聞いた田の豆建設が置いてくれました、ここに。ありがとうございます。そう。今回のためにこれ？今回のためにこれ、こんな綺麗な、このモデルを作って、こんな綺麗なモデルを。これはね。ありがとうございます。証拠現場写真撮るからさ。あー、なんか気まずいことしてくれたな。はい、チーズ。よいしょ。もうちょっと。うちら家族やん。いいよ、
うちら家族やん。あ、ちょっと結構中腰きついな。もう大丈夫。詰め方間違いがちやな。そう、あんま友達ないからさ、ピーナッツくん。そう、あんまピーナッツくん友達いないから教えたって。そのストーリー好きなんだよな、ピーナッツくん友達いないストーリー。ストーリーじゃない、ストーリーじゃない、ガチガチガチ。ストーリーじゃないよ、ガチガチ。マジ？これ、いや、オフでもこういう感じやから、オフでも。オフでもなんかそんな感じなんだ。そんな感じってどういうこと？別に普通だろ？いやなんか昨日も動画撮影するために4人で集まって終わった後雑談しようかみたいな空気にしようと思ったら、あ、じゃあ終わりで、じゃあみんなあんバイバイみたいなこと言い出して、ちょっとごめんね、ちょっと撮ったら、いやいやいや、ドン引きだよ、ちょっと撮ったらその時のボケだと思ったんだけど、ずっとあんなんなの、なんか詰め女、おいちょっと一本一抜け。普通だから、そう、あそこで、普通は切り上がるんだけど、うん、初めてだよ、尻尾掴まれたの。うん。初めて尻尾掴まれたの。いや、早すぎるよ。明日コラボするから。おいおいおい、みたいな。関係値がない状態で、じゃって言われたらみんな壁引いちゃうのよ、それ。うん、で、俺はちょっと、掴、うん、んだね、さすがに。どうだ、おい、うん、待てよ、と。初対面でこんな心に切り込んでくるやつ初めてだよ。アストリ生活なんだね。いや、そうそうそう。そうそうそう。そうあ、自覚がねえんだ。そうなのかな。それ必要とか昨日も言ってたもんね。それ必要みたいな言ってたもんね。それ必要か。やばいよ。必要みたいな。夜だったよ、みんな。だって眠いでしょ。みんなのことを気遣って、僕は、嘘つけ、早く終わらせてあげようっていう。嘘つけだろ、嘘つけよ。ダメ自治に。もう無私がみんなの犠牲。ダメ自治無理だから。女王の教室みたいな。女王の教室の。女王みゆき。私が厳しくするから、あなた方の、協力を仰ぎます。それ毎回だから友達がいないんじゃん。毎回。それが今回だけだったら分かるけど、ポンポンさんも毎回言ってんだから、そんな言い訳無理です。え、じゃあ言わせてもらうけど、うん、本当に友達います、みんな。何、本当に友達って、何、いるよ別に、いるよ、怖いよ、本当に友達いんの、みんな。言ってるからさ、本当に本当はもう会話切り上げたいよ。で、それをまあちょっと付き合うかっていう、この無理した気持ち、それを持ってる、会話してる状態で、それで友達って言えんの、それ。いや、違う違う。違う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 。だから、僕が天海祐希になって、みんなが友達だと。お前の理論だと、道筋があるから、それは。そうだ、友達は。雑談フェーズってのが存在しないと、友達になり得ないかもしれないじゃん、我々は。道筋ってなってるから、ちょっと。道筋すげえ考えてる、すげえ考えてる、超高だな。遊戯王の話、遊戯王かな、スタンバイフェーズ、スタンバイフェーズとか、スタンバイフェーズじゃない。なんでそんなキョトンとして、なんでピンときてないの、キョトン、キョトン。配信が終わった後にお疲れ様で、今日楽しかったねのところ、あの時は雑談フェーズと言います。雑談フェーズ、ああ、雑談フェーズね。雑談フェーズ。名付けられてんだけど。ほんと？ほんと信じていいの？ほんとさ。ほんと信じていいの？だってさ。トラップカードとかない、大丈夫。この、やっぱさ。落とし穴とかないから大丈夫。配信者じゃん。でも、言ってもね。みんな。うん、みんなね。みんな配信者じゃん。趣味でやってるわけじゃないよね、みんな。そうね。仕事相手っていう感覚でもあるわけじゃん。そうね。みんな。分かったから、いいよ、いいよ、いいよ。それを、その友達っていう、その雑談フェーズを経て、なっていく。僕ら友達だよねって言った上でも、その仕事の中でやりとりしなきゃいけない部分。うん。だからそこが純粋な友達って言えんのかっていう、その。な、わかったわかった。5歳と思えないよ、もう。なんかちょっと気まずいさ。なんか。ビジネス的な面は必要だと思うけど、やっぱ俺たち楽しんでるところを見てほしいからさ。なんかこう、俺たちも遊園地として楽しんでる時に、本当の友達だったら120になると思う。俺たちの楽しさも、コンテンツの面白さも。いいねー、いいこと言うね。どういうことだよ。っていう面も加味して、雑談フェーズは必要だし、友達になった方がいいんじゃないか、我々は。何言ってるんだよ。まだ信用できない。なんでまだ信用できない。信用できないってなんだろう。まだ信用できない。僕以外にもそうやって言ってんだろ。僕以外にもさ。違う、それもよくない。みんなにそうやって。そう、あの、腹を割って話さないとね。そう、そう、腹を割って話したいの、我々は。腹割り？腹割って？
腹割って話す知らない。腹割って話す知らない。もう日本語が片言になってる。俺たちといる時もオンでいいんじゃない。答えそれだった。オンでいいんじゃない。スタン、スタンミー音じゃ。スタンミースタンミーをやってあげて。じゃないともうピナツくん。俺たち友達だよな。友達、友達。友達やな。友達。友達じゃない。友達じゃない。何なんだよ。何なんだよ。やっと友達になったよ、みんな。ごめん、時間かかった。あ、よかったじゃん、みやすくん。よろしくね。わかんない、もう。今なんかすごい気持ちだわ、今。混乱してるわ。すごいわ。こんなに向き合われたの初めてだよ。言いくるめたみたいになっちゃったけど。アミューズメントパークにする話ではなかったかもしれない。でも寝れないよ、多分。今日は何回も配信見直せよ。確かにこの部屋で友達って。思い出すだけでしょ、今。寂しいから虚勢を張っちゃうんだな。剥がれにもそんなキャラいたよね。ちょっともうやめてーコナン君、コナン君の声優の人。ありがとうね、今日呼んでくれて。なんか、気まずいんだけど、今。なんか、告白されて、ね、ポンポが一緒にいてあげて、気まずいって。気まずいってさ。いや、でも、一人で大抜け知らないよ。告白された後みたいな。何があったんだ告白したのか、されたのか。友達宣言、告白で備えて。いや、お前は、そうか、本当に友達がいないんだな。コーヒーカップ。あ、行こう。そうだね、コーヒーカップなら。4人乗れるとこがいいな。おっと、ちょっと変わってるのがあるから俺はこれかな。3人どうぞ。3人で乗ってください。いや、3人で乗っていいよ、別に全然。おい、気まずくなってんの。おい、ちょっと待ってくれ。おい、気まずくない。意味なしだよ。おい、ちょっと何がだよ。お前、やめろって。お前。オッケー。こんにちは、人間。おっ。今日はみんなとお茶会していくよ。喋ってんの。あ、いいね。はーい。あ、しまった。うわっ、おー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 、すげー。あー、上も楽しめるんですね。いいねー。あ、なるほどね。カフェラテをついでくれてるみたいな感じか。あ、そういうことか。おーおー、すごい。おお、実際に継がれるよ。実際に継がれちゃうのが VR だね。これはもう、できないもんね、現実だとね。そう、VR でしかできないこと。これはいいわ。めっちゃ。なんか、え、ポンポコさん、キャラ変したんすか？変してる。なんか、これ、ね、なんか違くない？声優頑張ってるんですけど、やめなんか、聞こえてる声と今、その、話してる声違くね、全然。いい。いいねぇ。どう？いいねぇ。どう？心開けた？慣れてきた？いやいや、え、そんな、チクチ聞くなよ、お前。ふざけんなよ、お前。ちょっとさ、キャンプ場の前でさ、待ってて、お、何？お願いします。ちょっと待ってて。素晴らしいアルですね。いや、こんなに詰め込んでね。お、オドちゃん。おーっと、オドちゃん。おー、オドちゃん。オドちゃん。有名なツーブロのアニジャオドちゃんさんですか？おぉ、そうだ、挨拶やってもらっていいですか？あ、確かに。オートジャージャー。オートジャージャー。ちげえだろ。アニジャだ。アニジャだ。ちげえだろ。おい、ザ・フォレストやろうぜ。ザ・フォレスト。ザ・フォレストなんだ。ザ・フォレストやろうぜ。ザ・フォレストなんだ。ありがとう、嬉しい。どうも、おはこんばんにちじゃないのかよ。おぉ、ナスがあるから。嘘、ナスが。え、これマジ嬉しい。わぁ、ナスミ。いいね。いや、ずっと髪の毛どうしようかなと思ってたから嬉しい。おぉ、すごい。やっぱあなたは、やっぱあなたは赤髪がいいね。これ、すごい、いいね。これ、すごくいい。これね、すごくいい。ほんとにすごくいいよ。わぁ、完璧だよ。うわぁ。いい？いい？これで。わぁ、どうも。出来上がったやん。俺できた、骸骨音じゃ。いいね、ありがとう。マジでいいんだって。
アニシャが。うん。アニシャ、アニシャ、捕らえられてなさってるから。おお、アニシャ。おとじゃ。お前もうちょっと勉強してこい。ザ・フォレストやろうぜ。お前もうちょっと勉強してこい。ザ・フォレストやろうぜ。あとね、あとね。いや、アニシャ行くぞ。こっち来て。テトト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 やばいだろ。切ったニラになると思ってたんですよ。あー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 ザ・フォレストの味がするな。お前ザ・フォレストしか出てこねえし。そうだな、アンジャな、アンジャザ・フォレスト好きだったもんないし。すごいここが一番力入ってるからね。んだよー。ちなみにスターミカと同じぐらいピーナッツ君、ほら無理ですね。うわー、いいじゃん。お前ビビるかよ、お前。いや、お前、ビビってねえわ。お前ビビビってねえわ。お前ビビってんのか、お前。ビビってねえわ。どうぞどうぞ。うわぁ。おい頑張れー。あー、まあ、3人先に行かない。下落ちてるってどうした。あ、マジで壊れた。はいはい、捨てよう。出番早いな。手じゃね、手じゃね。あ、そういうことね。どこ行くの。みんな一人ずつ握らないとダメだ。え、これライドなの。え、ライドはやめようぜ。一人ずつ。あ、行った行った。いってらっしゃい。行った行った行った、頑張れ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ライドになるんだ。ライドはよく無残に心された待ってるぞ、お父ちゃん。うぃー、大丈夫。わーな、結構な演出だね。おー、結構演出じゃん。やるじゃん。降ろされた。あー、怖い。終わりじゃないの、これ。おっせーな、移動。さらに遅くなってたみて。遅いよ。こんぐらいちょうどいいだろ。うちが詰まってますよ。ちょうどいいだろ。おー、開いたね。どうした。 あのボタン。何も言わずに。しあ、閉まった音ね。閉まった音ね。閉まった音、知ってるよ。大丈夫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 。おい、いいね。ああ、ね、なるほどね。そういうことね。いいね。みんなスイッチを。ああ、ここは進まないといけないんだね。ああ。これさ、これ何が来るか分かってねえのが怖いんだよな。あ、怖すぎ。あ、これ怖。あ、ちょっと。あ、怖いですか。え、まさかの。忍者さん、先行ってもらっていいですか。え、待って、なになになに、待ってよ。いや、音がしたんよ。ウィーッ、オッケー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 、大丈夫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 。ウィー、開いたの、開いたの、ここが。これ、降りるのかな、ここに。うわもう、これは無理。ねえ、これは無理、無理、無理。俺、こういうタイプ、ほんと無理。うたっビビるわー。うわー、怖い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 
めっちゃ声しちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。怖すぎ。下降りんの？怖すぎ。これ何？先、先行って、行って。頑張れ。なんで？あ、今、今から蹴るよ。前、マジで行かないや。ほら。諦めた。あ、行った行った。うわ。ナスが見える、ナスが。何？いやー、怪しいな。懐中電灯あるとき怪しいんだよ。いや、俺わかんだよ。懐中電灯あるときなんだよ、トリガーは。やってったな。いや、真っ暗なときってね、探す気になんないからね、びっくりすることにフォーカスを向けてんだけどね、懐中電灯あるときって、ね、人は探しちゃうからね、そういう意識外のときに来るんですよ。探すっていう行動してるときに来るんですよ。よう喋るね。よう喋るね。ここなんだよなー。頑張れあ。笑ってるよ。大丈夫かこれ。あ、いかん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 。あ、どうしたどうしたどうした。絶句してる。うわ、オッケー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 。大丈夫大丈夫大丈夫。こんぐらいなら俺は大丈夫よ。いた。うーちょっと、すごい。あ、閉まったぞ。いいね。閉まった閉まったね。閉まった。さあ、やな、大丈夫。うわ。ごめんなさい。おい、サンディ、ミオちゃん。大丈夫大丈夫。俺はもうね、大丈夫だよ。もう俺はこんぐらいだと音が。おい、最初のあのドン、やばい、これはやばい、ここはやばい。何が怖い、怖いね。何がなんでやばいの、説明して。あの下を見た時に明らかにブルブルしたじゃん。でもあれブルブルしません。はい、俺は上だと見てる。あ、そうだな。上下、上下、左、上から来る。うん、あれは何にも起きない。あれは上から来る、上から来る。あれは何気をつけろ。左左だね。あれ、あれ何者かい。来てるわ。来てるかい。出るの？え？何？あ、頑張って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 、報告して、ほうれん草も覚えてないでしょ。後ろ、後ろ、消えた、消えた、消えた、後ろ。これ直線だね。これ直線だよ。直線だよ。ってことは後ろだよ。これ、何？後ろ見ながら行く。何？何？あ、何が起きた？何？何？怖い。待って、何が起こった？何が起きた？わかんない、音？音だけ？何が起きた？なんか見えてなかった俺。もう行くしかない、前行こうぜ。来た、後ろから来た、正面から来たよ。正面から来たよ。うわぁ、やったー、やったよ。ほらーほらーほらー、あべべべべべ、来た来た来た、あべべべべ。あ、もう全然全然。可愛いもんか。あ、よしよしよし、可愛いもんか。なんだ、よしよし。うわ、何も見えない、なんだこれ。俺たちも、え、何これ、何も見えて、な、肌がおかしいぞ。ナスだけ見える、ナスだけ見えるよ、何、はい、これかな、これドカンかな、これドカンだろ。てか、急に開くだろ。すごいな。ん？ん？俺はね、ここじゃない。俺はここじゃないと見てる。うん。じゃあ、俺行くよ。ここ来ないやーんで。あの扉行くじゃん。扉からボン来るよ。うん。まあ俺もそういう感じで、ここ来なかったのがおかしい。来なかったのがおかしいんだよ。すごいな。安心させてんだよ。考察。俺こっち、俺こっちね。俺とドアで行く。全てのね、危険性をね。そっちも警戒しとくわ。こっち来ねえわ。こっち来ねえわ。なんだ、え、じゃあドアじゃねこれ。なに、また後ろトントン行ってる。あ、もう一回。ああ、もう一回。え、嘘、またあそこ来んの。わわわわわ。うわ、ほらもうあと一歩だね、多分。いや、やだな。うわー、ビクビクしてる。驚いた時の声、あらあら。急にオス出るじゃん。オスのオタクに来たじゃん、今。本当だ、なんか裏目はここなんもないんだ。ね、またライドなんだけど。お父さん行ってくれ。わかった。お父さん行ってくれ。もうアニメになってるじゃん。あ、もう。いらっしゃい。今日は3杯飲んで。はいはい。もういいよ。大丈夫よ。俺こういうのはいけんだって。雰囲気みたいな俺全然ね、大丈夫なんて。どんな、ちょ、ごめんなさい。コントローラーどっか行きましたけど。ダサい、ちょっとね。ダサいだね。みんな生きてるー。生きてる。
ちょっと待ってね。お前。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。言葉分かっちゃった？分かんない。大丈夫か。あ後から来るのが面白いな。もう心がね、疲れて、もう会話も。よかった。俺たち、水分補給したから大丈夫で。あ、本当ですか。じゃあ、ちょっと僕。はい。いいよ。これ行くの？水分補給、大丈夫？おこれ、行くのかな？エレベーターだ。どうするどうするどうする。なるよ。やばい。もうキモいよ。本当にガチキモい。開けますよ。はい。別室に入れられてる。来るよ。やばい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 。あ、ちょっとすげえこれ。来るよ。聞かれた。お、さっき俺たちがいたところだ。俺たち閉じ込めらんわ。はいはいはい、出れました。で、あ、いやいやいや、で、出れたの？そういうことしちゃダメだからね、本当に。うん、大丈夫だ。これの問題ない。あ、何が起きてるの？お、これ何が起きてるの？後ろ何かやってる気がする。後ろ何かしてる。そう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 。あー、後ろ何かしてる。うわー、キモ。前も大丈夫か。何が起きてる。あ、え、よーく頑張りました。実はあ、すごい、自分が映ってる。美学エネルギーを集めてたんですよ。ビビってくれたおかげでたくさん集まった。そうなんですよ。美学エネルギーって何ですか？ピーナッツくんを今後いじめていいってこと？どういうこと？ピーナッツくん、ここのアトラクションをクリアした人たち、ピーナッツくんをいじめることが許可されたってこと？違う違う違う、美脚っていう、僕もほら大嫌いだから美脚っていう風に言われてるの、このここが。ああ、なるほどね。ここの叫び声のエネルギーでバンドのすべての電力がここからできてるんですよ。ああ、そうなの。そうそう、なんか繋がってるの、電力が外から見たらね、声で。ああ、じゃあ帰りますか。じゃあ帰りますか。ガチホラーだったね。ちょっね、最初そんなにって思ってたけど。いや、あのね、一発目びっくりしたところから。どうした？大丈夫？どうした？大丈夫？大丈夫？大丈夫？どうしたの？逆に怖い。そういうのいらない。そういうのいらない。面白い。クエスト3壊れちゃうよ。ちょっとストラップつけとかないとさ。泣いてる泣いてる。くれ。音じゃ。うん、言って、音じゃ。音じゃも言って。で、その技、顔隠し技。顔隠して。みんなあのポーズなの？いや、これなんだっけ、ここ。覚えてろ。なん覚えてないな、でも何が出てくるかは。ふぅねえ、5歳からおっさんの叫び声やめろ。声やめろ。何よ。全然可愛くないよ。全然可愛くないよ。イエーイ。あ、食ってるわ。あれ、アンジェのさ、大好物なものあったけど、なんだっけ、アンジェの大好物なもの。何を今さら聞いてるんだよ。うん。なんだっけ。お前に教えてたのは。うん。10、8、7。ああ、あれだろ。4、お。ああ、あれね。ああ、兄じゃ、あ、お好み焼きだ。まあ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 、兄じゃね、お好み焼き好きだわ。ああ、ちゃんと好きなんだ。すごいね。だろ、よかったよかった。食ってるだろ。え、でも、もう一個あるんだけど、似てるんだけどさ、お好み焼きに。兄じゃ覚えてるよね。4、ああ、3、2、あれだな。1、
うん。焼きそばだ。あ、そっち行ったか。焼きそばみんな好きだね。お前がどっちだった？うん、俺結構最近塩の方が好きかな。お前。おじょ。俺も塩が好きだ。あ、俺も、まあ、兄弟だもんな。確かに一緒にやってるよね。で全然そんなキャラじゃねえぞ、アニエさん。全然違えからな、さっきから。え、それこう言うな。いいよ。ザフォレスで嬉しいな。それやめろ、おもろいから。VTuber とでも、はじめ、V、何？VTuber？ VTuber。え、でも、ストリーマーさんと絡むの初めてだよね。え、そうなんだ。うん。こんなにガッツリ絡むの初めて。今日めっちゃ緊張。そう、ガッツリ絡むな。大会とかでちょっと一緒と変わったけど。あ、ゲームやんの？まあね、もう。ゲーム、もう本当に9割やらない。1割たまにやるみたいな。へぇー。まあ僕はやるけど。FIFA とか。あー。あー、サッカーゲーム。お、アンジャ、アンジャだね、確かに。FIFA やるなら、アンジャだわ。うん。FIFA とザフォレスト。こいつまで。FIFA とザフォレスト。VTuber と絡みあります？いや、こっちが。僕はないな。こっちがもう、うん、なかなか。俺はないですわ、本当に。今回だから、初めてだね。嬉しい。嬉しい。嬉しい。うん。こちらで、いいのか。大失敗だね。大失敗しちゃったね。おい、大失敗だね。もうちょっと選べばよかったな。むちゃくちゃ大成功だろ。友達、あんな重い友達のラインの話するせいで。え、VTuber に友達いんの？スタンミン。俺、VTuber 友達いるさ。2、3時にもいるし。フォローとかにもいるし、そう、あのライブとかにも出させてもらったりしてるから、うん、そっか、そうだわ、そう出てたわ、そうなん、そうだ、そうなんだ。僕とは、僕とは何の不機嫌、何の不機嫌、それはまた遊ぼうよ。おやめろよ、お前やめろよ、お前その感じ。悪い癖やぞ、そう、そうやって終わらすの。これもう配信終わったら終わりなんだろ、お前。一回さ、一回ね、一回手で、はい、じゃあ配信終わりました、お疲れ様です。お疲れ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日は良かったですね。ありがとうございます。良かった、良かったですね。盛り上がって良かったね。めっちゃ楽しかったですね。ね、良かったね。良かったです。良かったですね。ちょっともうすごいトイレ汚すぎて、うまかったね。ちょっとすいません、先に失礼します。そりゃもうできないね。そりゃもうできないね。いるよ、その友達多分。だって結構活動歴長いでしょ。最高さんだから、 VTuber で言うと。そうだね、6、7年、7年だよね、ピーナッツ君は。え、そうなの？そう、みんな後輩なんだから。なんですよ。VTuber。そういうこと言うわけだから、そういうこと言ってるからじゃない？はぁ？いやいやいや、大先輩だとしても言わないな。だとしても言わない方がやっぱ人としてのは。何年ですか？配信できるよ。それ9年ぐらいと10年とか9年だから。おとじゃさんなんてもうまさにですよ。来年15年だ。15年。ガー！うわー！やば！半分も言ってないよ、ピアちゃん。いやいや。お二人はそれはもちろんそのリスペクトを送ります。じゃあその下の人たちね。何出そうとしてる、何出そうとしてる。それ以外の、それ以外の、いやいや、何も言わない。それは下って言ったよ、口は。歴ね、歴の話で。歴の、そう、僕もだから長い方ですよ、その VTuber で言ったら。うん、だから VTuber の、うん、なんかあれね、ポットでのみんな。そんなん言うな。後輩とか言い方あるだろ。下のやつら全員ポットでのみんなでくくるな。バカか、お前は。VTuber で言う音じゃよ、僕。言い出したわ。お前、お前すげえこと言ってるぞ。お前、お前、音じゃなんて、お前、実況界隈の音じゃが、お前、どんなもんかわか、お前、とんでもないこと言ったな。お前、でかく出たな。この流れ良くない。お前、こいつはでかく出た。この流れ良くないな。VTuber のスープロなんだ。こっち見んな、こっち見んな、もう、こっち見んな。一緒にさせてみる。うちらチャンネル違うから。うちらチャンネル別だから、それ。一緒じゃない。ここじゃ。ちょっとさ、で、なんか、俺もさ、がっつり知ってるわけじゃないけど、どういう活動なの、主に。YouTuber で音楽活動が主みたいな。音楽活動って、そうそうそう。回ってるの、オフで。さっきの活動してるっていうか。回ってる、回ってる。へぇー。足使って回ってんだ。回ってる。
いや、何待てて羽が羽の話全国は大分で回ってるのか全国はってこと、うん、ああ、まあ、ちょっとまあちょっと前までやってましたね、ゼップツアー、そう2週間そうそうゼップツアーはねこの間やってたの、すげえ、じゃあ今度ちょっと印税のことについて教えてもらおうかな、やっぱ印税とかやっぱ金の話だったじゃねえか回ってるの、あ面白い、お疲れ様、はい、終わりますか、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、はい、じゃあねー、僕見るのめっちゃ楽しかった、はい、楽しかったです、本当ありがとうございます、ありがとうございます、本来の100倍楽しめたね、そうね、コピーランドにありがとう、みんな来てすごい、こうやって終わるんだで、ここで相談なんですけど俺どうだバカだろあいつ、めちゃめちゃバカじゃんこんだくだくだああ、ああ、おもろい。ん？どうした？すぐ切るじゃん。ちげえよ、お前。すぐどっか行ったじゃん。お前のタイミング下手すぎだろ。ちょっと待って、早すぎるって、すべてが。早すぎる、びっくりした。何が？またコラボしようよ、みたいな話を。いや、ほんと一瞬だけ。一瞬だけさらっと、そこでなんかちょっと若干どんな、そうすっごいって、俺の画面めっちゃおもろかったもん、じゃあ相談があるんですけどで切れてマジかよ、なんなんだよ、あった、俺の視点、はい、こうやってよし、はい、ホームに戻ろうのかな、ポチッと押した瞬間に相談があって言ってそう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 、あったね、あ、俺もその視点だったわ、ピーナッツくんの、いや、お父ちゃん、あんたもだよすぐホーム帰るじゃんこれちょっともう手短に済むんで、はい、はい、お願いします、今日一日お二人と行動してなんか友達だって言ってくれたし、二人とも、あ、ちょっと待って待って待って、おとやさん今これ動画撮ってんの、撮ってる、今これ今ちゃかさない、おい今すっごい、今動画ですっごい緊張感のある瞬間、今この動画のこれもう配信者と動画の違いすぎるって、俺が察知されたから、よくないぞ、スタミン。行くぞ、行くぞ。え、何ピーナッツ君。テミリカに住むんですけど、神々、うん、一緒に行動して、二人友達って言ってくれて、こう、僕もなんかすごいちょっとは心開けたかなと思うから、LINE を教えてくださいLINE スターミオトジャーと、ポコピーさんでポコピーランド編でございました。今回の VR チャットのレシーンは、この辺で終了でございます。というわけで、スタミジャパンHa ha ha ha!